トイレどこだ。トイレないぞ。ここら辺で、しちゃえばいいか。あ、何見てんだよ。はい、というわけでおそ松くん実況プレイパート4です。こんにちは、カーダです。はい、なんか挨拶の順番がめちゃくちゃになったな。今回はですね、トットコちゃんまあ、いや、のためにトットコちゃんというのはトトコちゃんのご先祖様ですね。トットコちゃんのためにヤロメサウルスを倒しに行きます。サウルスね、こういうね、あれちここら辺で、ね、これ出てきたような気がするんですよね。ただそのためには何らかのイベントを起こさないといけないんでしょうな。ちょっと、イヤミさんなんか知らない？うん、同じだね、さっきと。セリフは。殴る？シェーって言いそうだね。シェー！同じだね。てか、やっぱりですな。ん？お。肉屋なら、ニャロメザウルスの居場所を知ってるかもしれないぞ。ちょっと聞いてみよう。産地は企業秘密ざんす。話せないざんす。いや、そんなことはどうでもいいんだ。ちょっと、あれ？あれ？あ、なんでだ？変わんないぞ。せっかくこの肉を買ってあげたのに、もう買ってやんないよ。シャー！わかったざんす。ニャロメザウルスは北東の荒れ地にいるざんす。お、やっぱりか。産地は他の人には内緒ざんすよ。そうかそうか。そうだな、ちょっと、ここでニャロメザウルスを呼ぶとなると戦闘になりそうだな。あ、で、ちょっと待ってくださいね、よいしょ。パート3と連続で撮ってるんですけど、ちょっとセーブ、パスワード取ってないので、ちょっとパスワードだけ取りますね。はい、パスワードだけ取らせていただきました。じゃあね、こちらの荒れ地に、お、恐竜、もう現れた。突然地面が裂け、恐竜が現れた。ニャロメザウルスだ。星。なんで語尾にこの星マーク2個つけるの？恐竜。ニャロメー！ニャロメー！こ、ティラノっぽくはなかったが、これ、このグラフィックはひどいぞ。で、ギャーギャーうるさい。SE 次長。あれ？音程下がったね、ちょっと。気のせい。まあ、いや。耳をつんざくニャロメザウルスの声におそ松は一瞬ひるんだ。と、その時、懐に入れていた肉が落ちてしまった。ギロ、何このキラ的な感じのギロは、ニャロメザウルスの目がどうもに光った。なぜ星マークを語尾に入れる。おそ松はやけくそになってかかっていった。褒美をもらうために。大丈夫かこれ。ちょっと考えよう。どうしよう。デッカパンが爪で入れ歯を作ると言っていた。その爪が弱点かもしれない。じゃあちょっと調べてみようか。足の爪って言ってたね。こっから。おそ松は爪に攻撃目標を定めた。おそ松忍法の極意を見せてやる。そんなもん最初からなかっただろうが。やめー。おそ松は忍者道具を取り出した。あれか、忍者道具を使えば何でもかんでも、忍法になるのか？何がいいかな。ちょっと、前回ね、ヤロメ忍者に、ね、戦った時に、勝敗を消した鎖鎌、こいつでちょっと攻めてみようか。お！おそ松は、鎖鎌を爪と指の間に突き立てた。こいつは痛い。あれは痛いぞ。こうするとなんか爪の間の汚れをほじくってあげてるようにも見えるんだが。ニャロメー！ニャロメー！血が吹き出した。ニャロメザウルスは地響きを立てて倒れた。弱いだろ。しかし鎖鎌は突き刺さったまま抜き取れなかった。おそ松は刀で爪を切り取った。痛い！爪とか取るとか痛い。早くデカパンに渡さなきゃ。あ、倒した。あれ血だよ。え？あれで死んだの？あれで死ぬんだ。弱すぎるだろ、恐竜。ニャロメザウルスの死骸しかないよ。ちょっと肉とか取っとこうぜ。
剥ぎ取っておこうよ。せっかくね、倒したんだから。はい、クエストを達成しました。的なね。お、元気がひどい。元気がひどく少ない。ああ、だいぶ戦いで減ったんだな。ちょっと回復しとこうね。2000ストーン。はい。お、なんか、これパパじゃね？グラフィック的に。よいしょ、話しかけない。お、パッパンだ。ヤルメザウルスを倒したって、イヤミの肉屋が儲かるだけだよ。確かにね、絶対イヤミのことだから。うひょー、誰かがニャロメザウルスを倒してくれたざんす。これで肉取り放題ざんす。全部ミーがもらっていくざんすって感じでね、取っていきそうですよね。一人でニャロメザウルスをやっつけたのか。大したものだぜ。いやね、あれ、イヤミいない。あー、そうだね、やっぱり今ニャロメザウルスの肉を取りに行ってるとこだな。肉今のうちにね、全部かっぱらっておきたいね。よいしょ、お、チビタン。なんか変わったかな、しゃべ。お前がニャロメザウルスを倒したのか？信じられないけど。でも、恐竜小町の顔が。恐竜小町の顔が？あれちゃうないうちでよかったよ。あ、そうか、トットコちゃん、恐竜小町。なるほど。なんとか小町って言うもんね、その地域っていうか、そこら辺の美人さんのこと。あと、ダイオンさんに届けに行こうか。おい、こら、動けなくなるから近寄るな。この謎仕様だよね。微妙にね、隣接するとね、なぜか動けなくなるというか、お前邪魔だろ。お前狙ってこっち来てるだろ。はい、デッカパンさん、爪あげます。ついに、ニャロメザウルスの爪を手に入れただすな。でも、一個しか入れ歯を作れんだすし、それにここにある道具ではうまく囲んでいきんだす。じゃあどうしろと？トットコは待合所でうんうんうなってるだす。一人でニャンニャンしてんじゃないの、うんうんって。すいません。じゃあちょっとそのトットコちゃんのうんうんを沈めに行きましょうか。まあね、一人でするよりね、二人でしたすいません、あ、間違えた。まあ来ちゃったついでですからね、ちょっと直感で選びましょうか。まずはこれですね。よし、じゃあ次はね、どれめくるかはね、視聴者の方に選んでもらいましょう。はい、じゃあコメントでよろしく。よし、わかった。一番左下ね。はい。こ、違うじゃん。まあ、もう今の視聴者さんのせいで100円っていうか100ストーンが無駄になっちゃったじゃん。もう。よいしょと、待合所ってどこでしょうね。こっちは進む。こっちさっきタッチションしてたとこだ。よいしょ、チビタ邪魔。よいしょ。待合所。っていうか、あれですな。宿屋に泊まっても、HP 全回復じゃないんですね。あんまり回復してないぞ。ここかな？お！原始時代のアパート。お、ママ初登場。初登場が原始時代でいいのか。形し出てんじゃないのか、このグラフィックは。私が管理人だけど、何か？ヤロメザウルスは倒したの？そう。トットコちゃんはここの住人なの。喜んでるでしょうね。それなに？パンチは怖いからやめとこう。え？あ、おそ松。おそ松んとは知り合いじゃないの？いいえ。そう、ならいいけど。おそ松っていうんですな。無理やりだな。現代おそ松。江戸時代おそ丸。原始時代おそまっつん。これなんだろう、他の時代とかあんのかな。あとは未来編とかないのかな。幼少期の記憶ではね、原始現代江戸しか覚えてないんですが、他あったかね。ここには何もないだろうな。イヤーミの肉屋も何もないだろうしね。これ何もないのかい。これ殴ったらどうなる。何もないだろうな。あ、殴っちゃダメ。そうだよね。女性に手を挙げるとかダメですよね。はい。よいしょ。じゃあ進んでいきたいんですが、どこに進めばよこざんすか？うーむ。待合所ってのがどこなんだろう。お腹すいた。まだ晩ご飯食べてないんでね。あ、また来ちゃった。まあ来ちゃったからね、ついでに、めくっておきましょうか。はい。じゃあ次、どこめくったらいいですかね。
何？真ん中の段の右から2番目わかりました。おお、ありがとうございます。ありがとうございます。視聴者の皆さん、あなたたちのおかげで見事1000ストーンも手に入れました。これで今までの負け分も取り返せましたよ。ありがとうございます。いや、持つべきものはね温かい視聴者様のコメントですよね。いや、本当ありがとうございます。いつもありがとうございます。いや、もう感謝の言葉をね、いくら言っても言い尽くせないほどですよ。ありがとうございます。はい、トットコちゃんどこでしょう。あ、まだ トットコまだ一人でオナすいません。待合所どこ。ちょっとタイムマシンで俺もちょっと一人でうんうんしようか。ポクポクポクチンしないね。ああ、やっぱりイベントをこなさないと進めないんですな。待合所どこの。なんか扉が開いているところはもう見当たらないんだが、どこか見落としてる。ちょっとダイオンの不動産屋もう一回行ってみようか。あんまここね、詳しく調べてないからね。うん。そしてこの時代にも、アパートという文化はあるんですな。なんか、何するダイオン。しまったな。ちょっと、イベントが進むところまでカットしてるかもしれませんな、これでは。はい、デッカパンの洞窟にまた、ちょっと戻ってきました。やっぱ、ここから、待合所に、お！これで、そうか、刀を渡すのか。こいつならどうです？おそ松は、おそ丸の刀を手渡した。バシビシバシ。またしてもこの効果音というか、またこの文章、全部バシビシバシで片付けるな、本当にもう。やった！入れ歯ができたのす。これが幸福の入れ歯になるんだろうな。使い物にならなくなった刀の代わりに、おそ松はとうとう幸福の入れ歯を手に入れたはずだ。おととくちゃん来た。ありがとう、あなたのおかげね。これでミス恐竜コンテストのグランプリよ。そうですか。じゃあ入れ歯はね、まあここは100歩譲ってちょっとトットコちゃんに譲りますよ。まあその代わりにね、まあね、分かってるよね。そんなね、そういうね、幸福の入れ歯をあげるんですから、もう代わりにちょっとねえ、なんかあ、ぶちません。あといったね、そういうニャンニャンコーナーも期待できず、あれあるえ、これでどうしたらいいの。ああ、もう一個手に入るとかはないって言ってたからね。でこの時代におそ丸も来てる話ですが、やつめはん、あ、ちょ、もう一回聞くのが大事だったのか。その入れば、あ、僕にもらえるかな。ありがとう、あなたのおかげね。これでミス恐竜コンテストのグランプリを、うっふん、全部あなたのおかげ。いやどうしよう。ああ、どうしようですよね。このね、イレバーが目的でね来たのにね。トトコちゃんの先祖からなんて取れないよ。とほほ。でもニャロメザウルスからはもう取れないよ。どうしよう。おそ丸のやつを捕まえるしかない。キリ、よし、じゃあこっからおそ丸探索ですな。え、おっそまわる、おっそまわる、おっそまわるさん、見向きもしてくれないクスン。あれ、いつの間にカオルさんに嫌われたんだ。はい、よいしょ。ダイオンなんか知ってない？ん？お、君、アパートの契約したはずだよーん。え？僕、してないよ。でも、引っ越してきたはずだよーん。おそまっつんのことかな？それか、おそまるか。もしかすると、おそまるじゃ。アパートはどこにあるんだろう？契約したのに何言ってるんだよーん。まあ、この右下の方ですね、マップで言う。よし、これでイベントが進むぞ。で、入り口には、お母さんがいましたね。原始時代のアパートだよ。おそ松いますか？
あれ？セリフ同じですな、大体。中に入るとかはできないんですか？あ、来た。え？おそまるじゃないわ。おそまっつんよ。あ、狩りから帰ってきたわ。お、ご対面。ニアロメザウルスの肉が処理されていたよ。おかげで今日の収穫はゼロだよ。なんだいこいつ。なんでダメだな。おそ松さん、ちょっと殴ってみようか。ダメだね。あ、え、あ、やり返されてしまった。あっちゃー、これは HP 減ってるだろうな。さすが原始時代の、ね、ソルジャー。それ肉体が武器ですからね、到底現代人ではかなうはずがありませんよね。おそ松さんってご先祖だろうな。そうだ、狩りが得意ならおそ丸を使えるのも簡単かも。ちょっと狩りの方法を教えてもらおう。狩りのことなら任せとけよ。で、どうすりゃいいの？どうぞ。最新の狩りの武器です。おそ松は手裏剣を手渡した。そうか、あ、こいつがあればバシバシ狩りができそうだぞ。おそ松はこの時とばかりに協力を求めた。なんだ、そのくらいなら、お安い御用だよ。おそ松とおそ松つんは、おそ丸を探すためにアパートを出ることにした。おそ松とおそ松つんとおそ丸、おそ丸がおそ松つんでおそ松つんって、なんか、こんがらがるわい、仲間が増えた。で、おそ松つんに、ボッコボッコにしてやられましたので、ちょっと、HP を、H なポイントを回復に行きましょうか。仲間が入ると心強い。これであれかな、もし、あ、ニャロメザウルスが骨だけになってる。やっぱりイヤミに肉を全部剥ぎ取られたのかな。イヤミはあれですね、剥ぎ取りのスキルがだいぶ高いんですな。よいしょと。あ、まあいいのか。びっくりした、ずっと止まるにしちゃったかと思っちゃって。まあそれはそれでも別にね、大丈夫なんだけどね。よいしょ。ニャロメザ、骨になってる。骨格そのままなんだ。っていうことは、あれ何、ベロも骨があったってこと？いやー、何もないね。ちょっと嫌み帰ってきてるかな。剥ぎ取り終わったってことは、邪魔香る。よいしょ、はい、嫌み、おいた、嫌みの肉屋だよ。まず殴ろう。シャー、ニアロメザウルスの肉を処理しているところざんす。買うのは待ってほしいざんす。そいつはなんざんす。あー、ダメだね。今ニャロメザウルスの肉を全部持ってきてホクホクしてるところですな、イヤミは。よいしょ、チビタンどうだ。あれ、なんかみんな冷たくなってない？あ、そうか、多分この時代に潜り込んできたオソマルがなんか悪さをしでかして、で、この顔がそっくりのおそ松とおそ松つんがなんか誤解を受けてるわけだね。ダヨーンさんはなんか知りませんか？もうおそ松を捕まえるしかないんです。あ、じゃあおそ丸を捕まえるしかないんですね。やっぱりこんがらがってきたぞ。あ、間違えた。おそ丸ってやつはどうやって探すの？任せとけ、絶対に捕まえてやる。ちょっとどうやって捕まえろ。やっぱあれかね、食べ物とかを置いといて、で、カゴを棒で支えておいて、おそ丸が手を伸ばしたところをヒュッて引っ張ってカゴでパタンって中に入って、よっしゃ捕まえた的なね。うん、ごめん、なんか口頭だとすごい説明しづらいけど、古典的なウサギとかを捕まえる罠です。まあそういうのは使わないのかな。行ってないとこどこだ？ちょっとデッカパンさんとこにもう一回行ってみようか。トットコちゃんいなくなってるね。これも変わってないね。で、よいしょ。ダメだね。で、せっかくね、江戸時代に手に入れた武器3種類全部なくなっちゃったね。まあまだ手裏剣自体はね、おそ松つに渡してあるだけで、まだ使ってはいないのでね。彼がどんな風にしてね、この渡した手裏剣を活用してくれるのか、
さっきね言おうとしてちょっと気になったんですけど、こうおそ松つんが後ろにくっついて、まあ、仲間として一緒にいるじゃないですか。いずれなんかもっと増えるのかなって思うんですよ。またはおそ丸がなんかなんやかんやあって仲間になって、で3人で進んだり、もしくはあのおそ松くん六つ子の物語ですから、あと5人こう後ろに並んでついてきたりするのかなっていうね。お、とっとこちゃんがアパートに戻ってきてる。あなたのおかげでやっとアパートに戻れたわ。入れ歯が欲しいなら別の方法で手に入れなくちゃね。何それ、はい、ダメだね、変わんないね。あー、ごめん、殴る気はなかった。どうなんだろうね。モブキャラといっても一応キャラ名はあるけど、よいしょっと、よいしょ、あら、こっちのイヤミなんかもうさばき終わった、まだか。おやおやおや、ちょっとねこのまま何もなさげだったらね、ちょっとイベントが起こるとこまでカットしてようかな。ワープできるかな。ダメですな。ひらめいた。なんだか焦げ臭い。あ、おそ丸だ。悠々と食事しているこんちくしょう。おそ松とおそ松んはタイムマシンを飛び出しって振ったりでおそ丸を取り囲んだ。お、おそ丸だ。カリウドとしての勘からか、すぐにおそ松んは木に隠れた。もう後戻りできない。おー、ちょっと会話はダメか。おそ丸をやっつける方法は、イラ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 、焦ってばかりで思いつかない。ここは特攻したらきっと危ないだろうからね。相手武装してるからね。武器を持っている敵が相手なら、覇王昇降拳を使わざるを得ない。しかし、おそ松はそんな技は使えないからな。おそ松から、ん？これ、いろいろ調べたりできないのか。あ、これしかないのかな？パンチ、ちょっとしてみましょうか。ん？おそ松は自分の頭を叩いた。なんで？そうだ。二人で走り回れば、分身の術になるぞ。忍者には忍術で対抗だ。それ、忍術っていうか、体術っていうかもう。なんだそれ。ん？術にかかって、おそ丸が目を回した先に、手裏剣を投げつければいいんだ。手裏剣じゃなくて別に、なんか、石とかさ、棒とかでもいいじゃん。ん？おそ松つんは手裏剣を腰に挟んでいた。じゃあ、俺は股に挟むぜ。よし。おそ松が目で合図したのが分かったのか、おそ松つんは手裏剣を取り出している。おお、さすが、血のつな、なんか遠い祖先？遺伝子的なもので、血がつながってるだけで、神々ですわ。ね、なんかつながってるだけありますよね。意思の疎通がしっかりとできるというか。おそ松忍法、ご先祖分身。はい。お、なんだこのルパインアタックは。すごいな。おそ松つんが隙を見て手裏剣を投げつけ、おそ丸の着物を縫い止めた。二人はおそ丸に飛びかかった。はい、フルボッコタイム。うわー、とか、ぽか、つかぽか。しかしそこは何、変わり身で変えられちゃったおそ松だった的な、そんな感じか。あ、ちゃんとおそ丸だ。おそ丸をおそ松つんの持っていた狩猟用の鶴で粉じばり、猿ぐつわをかました。入れ歯を手に入れられたかな。じゃね、違う。じゃあね、ありがとう。あって、おそ松はおそ松つんにバイバイしたけど、あれ、あ、ごめん、ちゃんと文章読んでなかったから、なんだ、どういうことだったんだ今。ないや、これでやっと褒美がもらえるぞ。よかった。じゃあわ、結構時間経っちゃったな。はい、じゃあパート4一旦ここら辺で戻りましょうか。はい、じゃあ江戸へ行ってキューということで、はい、パート4はおしまいです。お疲れ様です。なんじゃこりゃー。